兵庫県の公立高校入試解答速報をお送りしていますこの時間は社会です社会の解説はティエラグループ能力開発センターの水木淳平さんです水木さんどうぞよろしくお願いしますお願いします頑張ります頑張っていきましょう頑張っていきましょうねえ。さあまずは社会の今年の問題の傾向どうですか今年はあの出題傾向とか全く去年と変わらなかったんですけど やはり去年から資料を使った問題が非常に多くて文章も長いので、まあ、読み取るのにちょっと時間がかかったりすることが多くあと、はい、兵庫県の人口と世帯数とか聞く身近な問題も出てたりして、はいはい、そういう意味では難易度は少し高,か高くななっったかとと思います、うん、そのちょっと難しかったという問題ですがまずは社会の大問1からいきましょう。はいはい 1>, 1, 度1の括弧1ですが日本の裏側を問う問題よく出ます答えは D はい「括弧」には世界の気候を問う問題でこの問題が多いんですけどあまりこのグラフは見たことないパターンなので戸惑った生徒も多かったかな A が、えー、イギリスになります B が、えー、1月の方が気温高くて7月の方が気温が低いので南半球ウブラジルになりますで C が、えー、どちらも 1>, 1月も7月も気温が高いのでイインドイになります 2>,、うん、2番の A が AB が UC が I 歓迎となっています括弧3は適切でないものなので A の世界の小麦の価格に与える影響は小さいではなくて大きいので答えは A になりますッコ4の問題は3と9の組み合わせ3に関しては、えー、液化天然ガスすぐ出てくるんですが、えー、次の Q に関してはナイジェリアそしてロシアメキシコから選択するでどこにも Q は、えー、入ってきてるの、ね、でそういう国はロシアしかないので答えは「O になります。これ読み間違うと結構ね、えー、難しい問題にはなってきますので、えー、まず X は総発電量量がが増加ししてていいるる二酸化炭素の排出量が減少している国これはもうドイツとイギリスの2択になります。 そして再生可能エネルギーによる発電量は同じ州よりも大きいのはドイツなので答えは X はドイツ Y に関してはここを読み間違えないように総発電量二酸化炭素排出量ともに増加している国神みですが、はいえー、そういう国はまずドイツとイギリスがここで消えるので中国アメリカインド日本の4択で2番目に多い国なので答えは Y はインドになります。 はい、5番は完全解答完解です。括弧6も、えー、見慣れない問題で S の国は、えー、見てもらった輸出と輸入額が非常に高い国となった場合に中国しかなくて答えは R か A の選択になってでアメリカとの輸出輸入に関しては、えー、やはりそうかなり中国に次いで多いので答えは A になります。2位から日本地位になるんですが括弧一1は富山もやはり評価高いので答えは A。 括弧には、えー、地震の問題、丸一イ、丸二イ、丸三アになります。はい。括弧三日本地理のまたこれも表を使った問題になるんですが、えー、これ読み取りやすいと思います。では x が氷湖、y が長野、えー、z が山梨、えー。山梨に関しては果実なので丸一は山梨。はい。で丸三、えー、が果実と野菜なので丸三は長野。で残された丸二が表湖になります。 丸 1>, ① が Z、丸 ② が X、丸 ③ が Y になりますえ次も表を読み取る問題になりますえエントリーされているのが川、大阪、木、三重、区、石川、京、静岡でグラフを見て、表を見ていくと A が、えー、輸送用機,機械になるので、えー、これが静岡系そして、えー、科学が多いので B は三重そして、えー、D が

え丸二はえ藤原の道長の読んだ歌なので答えは A。丸三はえ後鳥羽上皇なのでイ上級の欄が答えになります。丸四は万葉集奈良時代なので答えは A、ね。括弧には D 室町時代に、えー、歌うのえ空なのでレンガになります。丸二もえ室町時代あっているものは X は室町時代で合っています。Y は安土桃山になるので違います。答えは「い」になります。丸三が。 できたからこれ。<え>という問題で、はいえー「荒海や佐渡に横たう天の川」うん、で E の四角に入るのが佐渡なんですね。はい、まずここが分かって「佐渡」といえば金なので答えが「う」になるんですね。括弧<ー>、はい、3番は一、えー、は19世紀前半なので答えは「え」二は幕府とオランダなので長崎答えは「う」になります。丸3は 日米和親条約のことを言っているそれのきっかけになるのでアヘン戦争アーが答えになります。2の括弧1は、えー、図2を見てもらったら分かるように2.5に下がっているので税率の変更ウーが答えになります。括弧2は日清戦争日露戦争明治時代のことなんで答えはア括弧三は1918年米騒動が起こる時なので、えー、米価が上がっていっている答えはイになります。はい 過去や農地改革のこと答えは A になります。以上が歴史の問題でした。はい。では社会の最後大門さんは日本の政治と経済の問題です。はい。一の括弧一丸一は、えー、得意な商品を輸出して、えー、不得意な商品を輸入する傾向これを国際分業と言います。えー、飛行機とかそうですね。はい。答えは A になります。 丸には、えー、これは消去法といいますか。うん、ちゃんと読み取ってい、えー、く問題。まず一つの条件が平成七年阪神大震災では輸出額輸入額ともに大きく落ち込んだ。ここで消えるのが E のグラフが消えます。はい、次が輸出額、えー、輸入額ともに回復を遂げたものの、えー、平成二十年世界的な金融 危機の影響を受けて翌年輸出額輸入額はともに再び落ち込んだかみそうですがですここで消えるのが「はい、あ」になります言えてます言えてますか、はい、そして、えー、次平成29年には輸出額輸入額ともに阪神・淡路大震災の水準を上回るまで回復したここで消えるのが「A になるので残された「う」が答えになります、はい、かっこさん、えー、これ為替の問題、えー、答えは U「う」にあおさになりますはい かっこ3番、えー、経済活動の自由の問題答えは E になります。かっこ4の丸1は、えー、X が、U y、が UY、e、になりますこちらは寛解になっています。に、えー、世界の防衛に関することなので WTO になります。に、はいえー、よく出る問題です。はい権一括法、うん、そして二は高度経済成長のことなんで答えは郊外 E になります。うん 括弧には、えー、x と y とも正しい答えは r になります。丸にもまあ慣れてない問題なので、はい、えとまどった生徒も多いかもしれないですが、うん、答えは x は u、y は a、あ、z は u になります。関解となっています。はい。カッコ四が、えー、見てもらったら分かる通り、表家の人口と世帯数の推移というのが出てきてまして、丸一はこれはね計算しないと出てこない問題になるので。うん えー、答えは E になります 2>、うん、丸 ② は適切でないもので表に関してもそれほど使わなくてもいけるんじゃないでしょうか、はい、X は A の生産年齢人口の増加 Y は U 若手のん若者の転入の抑制、うん、答えは、えー、X が A Y が U になりますという大門さんは日本の政治経済についての問題をお伝えしました や水木さん、最後の問題もそうですが、はい、地元、兵庫のことを問題にしてくるんですね。はい、そうですね。そのあたりやっぱり、まあ、自分が住んでいる兵庫県のことを知ることもこうやって生きてくるんですよ、ね、ですす。そう身近な問題を引っ張ってきているのが社会は特徴が最近出てきているのでどんな問題出てきても、まあ、読み取れるような。 表、うん、を見て読めみ取れるような力は必要になってきます、はい、ここ最近のそういう傾向は結構見られますかそうですねうん去年も出てきてたそのでまたまあ資料の問題も多いですし読み取る力というところも必要なんですよねそうですねうんかなり今年はちょっと難しくなったという話で読み取るのが時間がかかったと思いますじゃやはりこうしっかり文字を読んでというところも必要になるかもしれません、はい、ここまで社会の解説はティエラグループ能力開発センターの 水木純平さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました以上ここまで社会の問題と回答例をお伝えしましたコマーシャルの後は理科です